こんにちは、三蔵です。今回は友達がいない大人の原因ワースト5についてお話しします。友達がいなくても別に平気ということであれば、無理に友達を作る必要はないと私は考えています。しかし多くの人は本当は気の合う友達が欲しいと思っているのではないでしょうか。自分のことを分かってくれたり、趣味があったり、一緒にいて楽しい友達がいるのは素敵なことだと私は思います。本当は友達というのは多くの人にとって大切な存在なのではないでしょうか。こちらをご覧の皆さんの中で友達付き合いが面倒と思っている方がいたら、その方はきっと気の合う人と友達になれていない可能性がありますね。きっと学生時代には同じクラスの同級生や部活の仲間などたくさんの友達がいた人は多いのではないでしょうか。ただ社会人になるとめっきり友達が減ってしまったという人も少なくないと思います。社会人にとって友達を作るのが難しい理由は生活環境の変化のようです。仕事や会社によって休める日や時間帯は異なりますし、特に女性であればライフステージによる変化もあります。また引っ越しといった住まいなどの変化も考えると、誰かと長い付き合いをしていく機会が一気に減ります。仮にこのまま友達が少なかったりいなかったことで起こりうるデメリットについてお話しします。友達がいないことで考えられる一番のデメリットは、悩みを抱えやすくなることです。仕事や生活に関する悩みを相談できる相手がいないと、どのように解決すべきかがわからなくなり、しんどくなってしまいます。また孤独感が増し、漠然とした不安を抱えることで強いストレスを感じてしまうことも考えられます。友達がいないことが強いストレスになる方は、友達を作るべきではと私は思います。では友達を作るというのはどれぐらいでできるものなのでしょうか。これには科学的に研究された情報があります。心理学系の学術誌に掲載された研究によると、200時間を一緒に過ごすことが必要だと言います。カンザス大学のジェフリー・ホールが一緒に過ごす時間と個人的な親しさの相関関係を調べるため2つの研究を行いました。1つ目は新しい町に引っ越してきた成人350人を調査、2つ目は大学1年生100人を調査したそうです。そして参加者がどのように友達関係を発展させていったかを分析した結果、親友になるには約200時間かかると結論付けました。また知り合いがカジュアルな友達になるまでは最初に50時間の交流が必要で、それが普通の友達に変わるには90時間かかると割り出したそうです。もちろん時間の質も大事で、誰かと200時間過ごしたからといってもその人が親友になるわけではありません。200時間とは意味のある会話や雑談などの時間を換算しての結果です。1回2時間の飲み会なら100回以上は行かないといけなくなる試算ですね。週2回ほど飲み会に毎週行けば約1年後には親友になれるという試算になります。親友のように気の知れた友達を作るには時間がかかるということをご理解いただければと思います。ただそれでも友達を作れないという人は一定数います。これから友達が作れない人の原因をこれまでの私の考えをもとにワースト5に絞ってお話ししていこうと思いますので、自分に当てはまるかどうか考えながら聞いてもらえればと思います。それでは早速いきましょう。第5位は一人の趣味に没頭していることです。休日は一人で趣味に没頭したいという人も友達付き合いがおろそかになってしまいがちです。
他人には興味がなく、家で一人で好きなことをしていたい、自分が楽しければそれでいいという人は、どうしても友達がいない社会人のままになってしまいます。模型作り、絵を描くこと、盆栽や料理など、外出する必要がなく一人で完結してしまう趣味を生きがいにしている人は、友達を増やす機会を作れないのではないでしょうか。第4位は、自分に自信がないことです。自分に自信がなく自己肯定感が足りない人も、友達がいない社会人になりやすいタイプに該当します。こんなことを言ったら相手に嫌われるのではないか、つまらない人間だとバカにされるのではないかと悩んでしまい、他人と深く接することを恐れてしまうのです。他人とうまく付き合えないことがさらにコンプレックスとなり、ますます自分の殻に閉じこもってしまうため、なかなか友達が作れません。第3位は、自己開示をしないことです。友達ができない人は、繊細かつ内向的で自分を晒すことが苦手な傾向があります。外に向けて自分の意思を明らかにすることも少ないのです。そもそも自己開示すること自体があまりありません。そういったスタンスが人と人との間に壁を作っているかのような雰囲気を醸し出してしまい、友達を作るチャンスを減らしているかもしれません。第2位は、相手に共感できないことです。他人の気持ちを考えない人はなかなか友達ができません。他人の気持ちを察することができなければ、相手は不快な気持ちになってしまうこともあります。相手の気持ちを考えない発言、行動は相手のことを傷つけたり迷惑になってしまう場合があります。正しい人間関係を築くことができない人間は、空気が読めない、うざったいというレッテルを貼られ、友達になりたいという人がいなくなってしまいます。人の気持ちがわからないと悩んでる人も、人の気持ちについて考えたことがなかった人も、自分と照らし合わせながら考えてみると、意識を変えるきっかけになるかもしれません。また、分かってほしいのに分かってくれない、そんな人が身近にいて関係性に困っている人にとっては、その特殊な価値観が分かれば、関わり方を変えることもできるかもしれません。いよいよ第1位です。第1位は、相手に興味がないことです。他人に興味がない人も友人がなかなかできません。なぜなら、他人に興味がないと友人と呼ばれる人間のことにも興味を持つことができないからです。ある程度の興味をその人に持ち続けられないと友人関係は続きません。相手の話を興味深く聞くことができなければ、お互いに話していて楽しくならないからです。また、相手に、この人は私のことをどうでもよいと思っていることがバレてしまうと、避けられるようになるでしょう。友達が少ない人、友達がいない人は、相手に興味を持つことができず、結局、友情が長続きしないということが多いのではないでしょうか。相手のすべてのことに対して興味を持つことは難しいかもしれません。なので、できる範囲でどこか一つでも興味を持って話しかけてはいかがでしょうか。もし、これから友達を作ってみたいという方がいれば、自分が普段大事にしていることや趣味に通ずるコミュニティに参加していることで、相手に対して興味を持つことのハードルは一気に下がるかもしれません。はい、いかがでしたでしょうか。今回は、友達がいない大人の原因ワースト5についてお話ししました。まずは、お友達を一人でも作ってみたいよという方は、ぜひオンラインコミュニティなどを活用してみるなど、何か一歩でも試しにやってみると、新しい気づきが生まれるものではないかと思います。相手の話に共感できなかったら、共感できるコミュニティに飛び込んでみようとか、一つでも行動してみることで、これまで見えなかったことが見えるようになるかと思います。
これからの日々の幸せなど、人生の在り方を中心に短く、わかりやすく動画を発信していきます。これからも情報収集したい、三蔵を応援してくださる方は、ぜひチャンネル登録と評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。三蔵の一言。今回は隠語についてお話しします。ピンとこない方は画像を見てイメージしてみてくださいね。隠語を法名または戒名にお金を出してつけるのは間違いです。やめてください。隠語は生前、長年お寺に尽くしていただいた方にお礼としてありがとうございますと寺が差し出すものです。その時、代価は必要ありません。今回限りで寺に多額の金印を渡してもらう隠語は本来の隠語ではありません。亡くなられた方はきっと恥ずかしい思いでいらっしゃると思います。隠語は決してお金を出して買うものではありません。亡き人への本当の供養を大切にしていただければと思います。今回の三蔵の一言は以上です。